御用聞き、猫ネコちゃんの CM を作りたいと思います。お願いします。お願いします。ポン&コン企画が提供するサービス、御用聞き猫の手の使い方について説明したいと思います。 Today, I'd like to introduce a service called Handyman 猫の手provided by us, Pon and Kon 企画。毎日の生活の中で時間がない、何か問題が起こった時にどうすればいいかわからないといったことはありませんか？また何かがある時に自分でもできるけども、もう一人もう二人人が欲しい、人手が欲しいということはありませんか？そんな時に普通だと電話帳を調べてみたりであるとか、インターネット検索をしてみたりしますよね。ただ電話帳を開いてみたところでたくさんの企業が載っています。そこから選別しなくてはいけない煩わしさがありますよね。何か問題がある、助けてほしい、こういったことを一箇所に電話するだけで、メールを送るだけで全てが解決したとしたらいかがでしょうか。それが私たちが提供しているサービスなんですけど、御用聞き猫の手と言います。あなたの街の便利屋なんですね。ただ、便利屋と聞いて何や便利屋かと思わずにちょっと聞いてもらいたいと思います。こう普通便利屋って聞いてイメージする便利屋とはちょっと私たちは違っているんですね。ここに載っているものは今までに受けた依頼の数々で、カテゴリーが住まいの御用聞き、お家に関することの御用聞きですね。ドアノブをレバーハンドルに交換してほしいであったりとか、カラーボックスの組み立てもやります。こういったこと、住まいの御用聞きだけでこれだけのことをやってきました。事業所さんの御用聞き、個人の方だけじゃなくって、会社の方も、ビジネスさんもご利用いただけます。で、御用聞きといえばこの前掛け見てわかるように、サザエさんのサブちゃんみたいな感じで、皆さんの代わりにお買い物を代わりに行ってきますよっていうのがもともとのサービスです。で、皆さん驚かれるんですけども、これだけの範囲のサービスをどうやって提供しているかっていうと、ここがうちのユニークなところで、現在ポン&コン企画が提供する御用聞き猫の手の、専属御用聞きっていうのは、私を含めてもう一人マンリっていうのがいるんですけども、この2人しかいません。で、それぞれ2人が、マンリであれば、施工関係、大工仕事であるとか建築関係、修理修繕関係の専門家です。で、御用聞き鎌田、私は、専門分野は何かっていうと英語とデザインですね。このように2人とも全く違った分野の専門、全く違った専門分野を持っています。これができること、この2人が全く違う分野を持っているっていうことで、何ができるかっていうと、まずお客様が、御用聞き猫の手にご連絡をくださると、その内容によって万里の専門なのか私の専門なのかで、私たちの専門を超えるようなご依頼をいただくと、私たちが今まで培ってきたネットワークであるとか、いろいろこう異分野で私たちができないことをやっている専門家さんたちがたくさんいますので、信頼できる異分野の専門家に依頼をしていく。これをすることで、御用聞き猫の手に、電話を一本くださるだけで、本当にたくさんの問題を解決することができる。どこに頼もうっていうことを迷わなくて済む。すごく便利だと思うんですけど、いかがですか？どうしてこんな風に、それぞれの専門家に、いろんなことを頼んだりであるとか、おのおのの専門分野で、皆さんに幅広いサービスを提供しようかっていうと、私たちの理念がここにあります。 Local Manpower for Locals、 地元の優良な能力を持つ職人さんであるとか人々を地元の人々へ紹介していきたいっていうのが、こういったこう腕の立つ職人さんであるとか、さまざまな専門分野の方っていうのは、やっぱりどうしても大手の会社のように宣伝をできない
特に大工さんだったりするとあまり大工さんの CM ってテレビで見たりしませんよね。でもすごく香川県にも腕の立つ大工さんが いるんですけども、どうやってその大工さんにつながっていけばいいかがわからない、コンタクトの仕方がわからない、そういったこう2つのニーズっていうのをつなげる、それが御用聞き猫の手の、仕事です。これをやっていくことで、人材やサービスも食べ物もね、地産地消っていうことを最近よく言われます。なので人材やサービスも地産地消で地元に活気を与えられたらなっていうのが私たち御用聞き猫の手の、理念です。で今見ていただいているのがうちの、人気サービスのいくつかですね、私の分野ここですね、自分だけのキャラクターが欲しい、お手紙に使ったりであるとか、このお客様は営業さんなんですけども、自分のお客さんに渡すニュースレターに使える自分のキャラクターが欲しいということでご依頼をいただきました。こちらは万里の専門になります、プチリフォーム。プチリフォームも、なかなか人気のサービスになっています。ワンコインの御用聞きでお買い物代行とかではなくって、お庭のお留守番、お家を留守にする間のお庭の水やりは30分以内でできる範囲のお庭であれば水やり1回500円で受けたまわっています。でその他にも、重い商品の買い物代行、水であるとか油、お酒、醤油、お米、そういったものの、買い物代行、灯油の買い出し、一斗缶2つ分まで一度に配達できます。家具の組み立て代行、ウェブサイトの翻訳、日本語から英語に訳す、英語から日本に訳す、日本語に訳す、これもどちらもできますなどが、よくあるご依頼内容です。じゃあ値段であるとかサービスの形態はどうなってるのっていう話なんですけども、御用聞きワンコインでできることがあります。できることっていうのは何かっていうと、御用聞き私であるか、万里が出動してお客様のところに行って御用代という、お手間賃をいただいております。このお手間賃のことを御用代って呼んでるんですけども、これが500円で済むもの、どういったものがあるかというと、この下記のここの条件ですね、全部当てはまるものは500円でいきます。じゃあワンコインでできないこと以外はどうなるのっていう話ですけども、御用代が500円以上でできる御用もあります。でそれはどういったものかというと、このいずれかに当てはまる御用っていうのは500円以上の、御用代をいただくことで対応することができます。材料費や、商品料金プラス、御用代を足したものがお支払いいただく代金になっています。それ以外にも御用代が不要の御用もあります。どういったものかっていうと、プチリフォームであったりとか工賃などが発生するような御用の場合は、御用代というものは、いただきませんが、施工代として代金をいただくようになっています。先ほども最初の方で説明した通り、うちが持っているシステムでユニークなものっていうのはここですね、専門家のご紹介させていただきますっていう、こういったものも対応できます。私たちにもできないことがあります。どういったことができないかというと、介護行為ですね、介護行為や、あとは法律で定められた営業許可が必要なもの、資格などが必要なもので、私たち御用聞きがその資格を持っているもの、営業許可を持っていないものに関しては依頼を受けたまることはできません。で今説明した、御用代が必要のない御用っていうものの代金の考え方はもう本当にシンプルで、作業代であるとか施工代っていうものが、直接イコールお支払い代金になります。サービスの該当エリア、高松のエリアはだいたいこの辺りになります。北の端が塩上町、南の端が太平上、西の端は、成合で、東の端は北南小学校の校区、去年追加されたエリアで香川町の川東下もエリアに加わってます。プラス週2回になるんですけども、東香川市も毎週金曜日ご用を受けたまわっております。このエリアに入ってないわっていう方でもご連絡一度ください。相談にできるだけ、応じられるようにしようとは思っています。私たちの営業時間ですが、朝7時半から7時半から夕方の6時半まで、定休日は土日祝日になっています。
お問い合わせ先はインフォ、E メールでinfo@ponandcon.com info@ponandcon.com お電話ファックスでお問い合わせの方はこちらです。高松087-887-8982までご連絡ください。お休み土日祝になっているんですが、リフォームであったりとかそういったものは多分皆さんお休みの間にお打ち合わせであるとか、施工されたいと思いますので、そういったケースに関しては土日祝でも動くようにしております。受付の時間がこちらになっています。それでは皆さんのお問い合わせ心よりお待ちしております。ありがとうございました。How has your week been? I'm Satoko and hosting this show. This show is about life and living in Kagawa for foreigners. Yes, we are broadcasting this from Panda Studio Kagawa in Takamatsu City, Kagawa, Japan. Please send us message by email, Twitter or Facebook. URL and addresses are as shown. You are watching Sanuki English TV.疑問に思ったことはありませんか? About us, Sanuki English Production. 私たち、Sanuki English Production について。Who are we? 誰なのか? Why this production? なぜこの形なのか? What for? 何のために? Where is this going? これからどうしたいのか? We are a non-profit organization. 私たちは非営利団体です。In order to accomplish our mission, 私たちのミッションを果たすために、We have a vivid vision to get to. 向かうべき明確な目標があります。What you know is only just a beginning. 今の活動はほんのスタートにすぎません。It is like a process of a caterpillar becomes a beautiful butterfly. 青虫が蝶になるまでのステップをイメージしてください。Now, we are only a tiny caterpillar. 私たちはまだ生まれたばかりの青虫の段階です。For us to raise this tiny caterpillar, この小さな青虫を育てるには、We need your support. 皆さんのサポートが必要です。We'd like to make this party as an opportunity for a lot of people to know about us. このイベントを多くの方に私たちを知ってもらう機会にしたいと思います。What the? Hey, stop! February 3rd, 2月3日 A day before spring starts by Japanese calendar. 立春の前日We have a traditional event called 節分。この日は節分です。Before the new spring to come, we proceed a ritual to bring goodness and happiness in our home and drive all the badness away and keep it away. 新しい春が来る前に、福を家庭に呼び込み、厄を払う行事です。
In this event and ritual, an imaginary creature called Oni represents all the badness. 節分では架空の生き物、鬼が役を表し、And a roundy-faced female figure called Fuku represents the old goodness. ふくよかな顔をした Fuku と呼ばれる女性像が幸福を表します。The ritual believes, by defeating Oni, we can drive all the badness away. 節分ではこの鬼をやっつけることによって役を払うことができると考えられています。In order to defeat Oni, we need a proper weapon, that is dry-fried soybeans. 鬼を退治するには、それに見合った武器が必要です。その武器は、いり豆です。Also, you need magical spell. さらに呪文も必要です。鬼は外、福は内。The meaning is, get out badness, come in goodness. Very simple. And this ritual is called 豆まき。これが豆まきです。Now, how do we proceed then? では、どうやって豆まきは行われるのでしょうか? You find 豆まき set in the supermarkets this time of the year. Beans, mask of Oni, and sometimes mask of Fuku. この時期になると、豆まきセットをスーパーで見かけます。豆、鬼のお面、たまに服のお面もついてきます。To play Oni is father's role, Fuku is mother's.鬼はお父さんの役で、福はお母さん。Kids get to throw beans at Oni played by their father, and this represents defeating Oni. 子供たちは鬼に扮装しているお父さんに豆を投げつけて鬼を払います。But why fried beans? でもなぜ煎り豆なのでしょうか? The beans also represents all the badness you've driven away. 豆は払った役も象徴しています。You don't want those beans to sprout, do you? It's kind of a scary thought. 払った役から芽が生えてくるのってちょっと不気味です。Also, people believe eating dry fried beans as many as your age keeps you healthy and strong. 年の数だけ豆を食べると健康で強くいられるとも信じられています。Let's talk about food eaten this day.この日に食べられる食べ物について話していきましょう。恵方巻き is a rolled sushi which is a bit narrower and shorter than usual thick rolled sushi. 恵方巻きは通常の太巻きよりも少し細く短い巻き寿司です。You eat whole uncut sushi roll and looking at one direction called 恵方。You must keep silent until you finish eating.恵方を向いて食べ終わるまで黙って、一本の巻き寿司を食べます。恵方 is a good luck direction of the year. The direction is where the god, 歳徳神 located the year. 歳徳神 presides over happiness and good luck of the year. 恵方はその年に、歳徳神と呼ばれる神様がいる方角です。歳徳神はその年の福徳を司る神様です。Let's learn about it. では、恵方について学んでいきましょう。It changes every year. 恵方は毎年変わります。But there are only four directions. しかし、恵方は4方向しかありません。A bit right of east-northeast. 東北東のちょっと右。A bit right of south-southeast.南南東のちょっと右。A bit right of west-southwest. 西南西のちょっと右。A bit right of north-northwest. 北北西のちょっと右。What is about a bit right? このちょっと右って何なんでしょう? 恵方 is based on Chinese 24 directions. Based on this,The point of compass slip aside when you compare with Western 16 directions. 恵方は中国の24方位が基準になっています。なので西洋式の16方位と比べたときに少しずれが生じるのです。恵方 of the year in 2014 is a bit east-northeast. 今年の恵方は東北とやや右です。You can buy 恵方巻き in the supermarkets or even at a convenience stores. 恵方巻きは
スーパーやコンビニでも買うことができます。What is Panda Studio Kagawa? Panda Studio Kagawa is a movie picture studio. We can make many type of movie pictures. For example, e-learning, web movies, virtual set. This program brought you from Panda Studio Kagawa. Now, for the next week, Love's in Air. Yes, it's about St. Valentine's Day. If you would like to put message video on our February show for your Valentine, please contact us by email or message or by message by Facebook. Well, that's all for the day. We'll be back on February 6th at 10 p.m. Until then, have a great week. Bye-bye.